YouTube の広告収入が振り込まれるまでの仕組み。1. 収益化の資格を得る。 2. 個人情報登録。 3. 支払い情報登録。 4. 米国税務情報登録。 5. 広告収入の振り込み。 BGM の著作権について。 1. 収益化の資格を得る。次のページの4条件。 1. チャンネル登録者数1000人以上。2. 直近12ヶ月総再生時間4000時間以上。 3. 18歳以上。 4. 広告掲載に適したコンテンツであること。これらは広告収入から除外されることがある。以上をクリアしたらパートナープログラムに申請しましょう。審査は数日から1ヶ月。私は3日くらいで通りました。中には何回も落ちる人も。再審査には6ヶ月置く必要があります。審査を通れば、2. 個人情報の登録になります。Google AdSense から、名前、住所等を登録します。Google から封書が送られてきます。海外からなので2、3週間。封書には個人識別番号が書かれています。 PIN 番号を AdSense に入力します。これで本人住所確認ができました。次は3. 支払い情報の登録です。AdSense から支払い情報として銀行口座を登録します。登録が終わると Google から少額振込のメールが来ます。Google から8円振り込まれていました。振り込まれた金額をAdSenseから入力します。これで振り込みの準備ができました。次に 4. AdSenseから米国税務情報を登録します。これをやらないと米国在住とみなされ 24% 課税されます。税務情報登録画面です。詳しく知りたい人は YouTube に説明動画がありますので、そちらを参照ください。AdSenseに登録した氏名と納税情報で登録した氏名がアンマッチでエラーとなりました。免許証を写真に撮りアップしました。ステータスは審査中です。承認されました。 5. 広告収入の振り込み。その月の収益が8000円未満の場合は8000円になるまで繰り越されます。翌月の初めに収益額が確定。21から26日に前月分までの収益が振り込まれます。BGM の著作権によって収益が変わる。広告収益化の可否。 1. 利用不可。 2. 共有。 3. オン。 利用不可。著作権侵害であり、著作権者に広告収入が支払われる。共有。著作権侵害だが共有が認められ 50% 収益化。オン。
著作権に問題なく 100% 収益となる。ということで BGM は著作権フリーを使用しましょう。